今はバリ島にいます。で今日はここに泊まっているんですけど、チャングーというところで行きましょう。コロニーチャングーって書いてあって、貸し切ってるよ。貸し切りビラで門もでかいからね。あんなにでかい重たい扉だよ。こう本当のプライベートビラを貸し切りました。どうぞお入りください。ありがとうございました社長。もう入り口からもうめっちゃ素敵だよ。ここになんか左と右がこう葉っぱとかがあって、あの仏像とか、まあ、なんかあれバリっぽいよね。でこんな感じで、またここにでっかい大仏があって、でここがリビングだよ。もういきなりリビングだけど全部オープンだよ。めっちゃ広いリビング、オープンエアのスペース。そうそう、ソファーがもう何個かあって、もうこのヴィラは多分なんか何だったっけ、25人まで泊まれると思う。こんなにこう広々した感じで、でっかいテレビがあって、ここでこうくつろぎしながらネットフリックスとかが見れるよ。こっちでプールはちなみにあります。ジャグジーとめっちゃでかいプール、なんか写真で見てたけどあれほどでかいと思ってなかったよね。すごいでかいよね。そう、こっちに来て。ちなみにレナの家族も一緒に来てるので泊まってます。お、アラン、ハローハロー。ここにプールバーがあるよ。だからあっちに飲み物を作ってもらって、プールの中に座ってお酒が飲めるよ。すごいよ。めっちゃしたいよ今日の夜は。酔っ払って溺れないように気をつけましょうね。え、誰に怒るの？え、俺がレナの後もブク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 それをやらせたら文句言いますよ。はい、ちょっと続けます。あ、あっち。ここには遊び場所があるよ。すごいよね。あのビリヤードできるよ。ビリヤードもできるし、あと卓球あっちにもありますよ。たか、あれ上手だったっけビリヤード？うん、プロ級にうまい。あとでちょっと試したいなと思って。ビリヤードもあるし、こっちにここのね、コイね、すごいジャンプするんだよね。ジャンピングコイ、めっちゃアクティブ。ジャンプジャンプ。ここはすごいでかい、あのダイニングテーブルがあって、全員でここで食べて、さっき朝ごはんはここで食べた。で、このヴィラのスタッフが朝ごはんとかも作ってくれるし、欲しければシェフが来て夜ごはんとかも作ってくれる。でも自分でも何でもできる。だからこのキッチンがあって、このキッチンはお好きに使ってくださいみたいな感じ、全て揃ってます。だからお茶を作ってくださいよみたいな感じとか、電子レンジがあって、トースター。じゃあちょっとヴィラの広々した感じを見せる。ほんとでかいもんね、このヴィラ。ここからはもう部屋、これ一個一個部屋だね。バンガロー形式の部屋ここにもあるし。ハローママ。ハローママ。Enjoy swimming pool。 こう迷子になるよ。まだ今半分も終わってないですよ。こう両親の部屋と、こっちも行って、お兄ちゃんの部屋と、アランの部屋見て書いてある。 Room 5 アラン。そうそうそう。でまたさらに回れるよ。ジャングルみたいなとこになってきたね。いや本当にそうだよ。でこっちにもまた部屋が3つあって、ずらっと3部屋分かな、ここ。あ、こう3、2。続けてタカがちなみにしてた、この広場で、あのイベントとかがやれるよ。キャッチボールとか、ベースボール、ソフトボール何でもできそうな感じ。鬼ごっことかね、何でもできる。めちゃくちゃ広いよここのスペース。そうで、ここにジムしてた、自転車とかもあるし、タカの好きなマシン使ったやつね。マシン、お兄ちゃんここでジム筋トレしてるかもよ。ここまたなんかバーになってそうな気がする。持て余すよねこの広さ、ね。でここはマッサージができるよ。本当だ、顔開いてるの。マッサージの人を呼んで、ここでこうマッサージしてもらえる。夢のようなヴィラですね。そうだよ、まだ終わってないよ皆さん。でここの階段を上がっていきますと、ここからあのプールの広さが分かるよ。今日の朝レナのお母さんとか朝一にプール飛び込んで泳いでたよ。じゃあ次は私たちの部屋を見せたいけど、昨日着いた時にはめっちゃ綺麗だったけど、
そんな半日でちょっと皆さんのショックになるかもしれないけど汚くなりましたよ、だいぶいろんなものがあって。でもまあこんな感じでバンガローみたいな感じで真ん中にこうベッドがあって、天井も高いね。めっちゃ高い。でここはお風呂なんだけど外だよ。外にシャワーがあるし、もうこれ湯船がすごいよ。なんかこんな感じでオープンだよ。ここにこう空が見える。でも半分外だから、うん、まあ、開放感はあっていいけど、うん、蚊に注意ですね、トイレするとき。大丈夫。はい、また中に行きましょう。はい、じゃあもう本当にここに起きたら出てプール、すごい飛び込めるよね朝眠たい。テケ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 ピューあーみたいな感じ。眠気一気に覚めますよ。でここにめっちゃでかい鏡があって、ハロー。さっきここでこう日焼け止めとかを塗ったよ。すごい便利な場所。裸でね。裸じゃないよ、みんな家族しかいないからね。すっぽんぽんで歩いてても全く問題ありませんよ。すっぽんぽんで歩いてないよ、ビキニだよ。でまたはい真ん中に戻ってきましたよ。こんな感じでみんなここでゆっくりしてる。ここでリラックスできるのがいいね、うん、しかも意外と涼しい、風通りが良くて、あ本当にちょっと風があるよ。あ気持ちいい。この感じ開放感すごいね。飛び込みたい。どうぞどうぞ。飛び込むんですか。飛び込みます。あのマイクは外した方がいいよね。もちろんマイクと一緒に飛び込んだらすぐ壊れますよみたいな感じで終わっちゃう。はい、はい、マイクは持ってってください。あっちに行かなきゃいけない。え、なんで。階段あっちしかないよ。じゃあいいよ、あっちあっち歩いていきましょうか。はい、はい、一緒に ついてて。スプリングスプリングこれいいんじゃない。ここでプールで飛び込んで寒くなったら左側の芝生でゴロ寝して暖かくなるし。え、どこ見えないかな。見えますか皆さん。あれ飛んでた。あれな、飛んでたよ。あ今、あいたいた。3匹ぐらいが一番上の枝に、ね、かわいいね、ほんとちっちゃいね。そう、はい、プール。寒いですか。いや、寒くはない。ちょっと触ってみて、うん、あ、ぬるいじゃん。そう、あ、気持ちいい。あ、気持ちいい。あ、もう立てられない。溺れないように気をつけてくださいね。あ、いいなぁ。あ、皆さんこんな感じでバリでくつろぎします。冷た冷た冷たバーですね、これが。ああ、このバーで座ると最高だよ。ちょっとカクテルを作ってください、タカちゃん。ね、ここでね、バーテンダーがカクテル作ってもらって、そこで飲んで、それでここで泳ぐと。プールが広いのがめちゃくちゃいいね。もう全然寒くないよ。もうね、ちょうどいい。あ、奥からフランクも、友達のフランクもやってきました。ハロー。めちゃめちゃ寒がってる。俺が押した方がいい、プッシュした方がいい。最高だよね、マジで。Very good。あ、ママは準備終わった？終わった。早いね。フェアティック。はい、まあ、こんな感じで今ヴィラを紹介したけど、最初には言ってたかと思うけど、これ貸し切りで私の家族とタカの家族と友達を呼んで、今16人でこのバリ島に4日間いるんだけど、ちなみに今あの奥にみんな集まってきてます。そうだね、もうあのプールの目の前のエントランスみたいなところ、そこがもうみんなそこに集まって、うん、日本人もドイツ人も。あと30分で私たちは自転車ツアーに出発するから、みんな今準備しつつ、ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。
おはようございます。4.5 なわけない。ジャンプが低かった。第3加速を。なな。最高です。ガチ泳いでる人もいるし、ママもプカプカしてるし。どこで見つけたのこのシャチ？これはここに働いてる人が出してくれて今。あ、パパも来た。おお、取っておいて。パパ。パパ、you can jump in。jump in the water。ジャンプはしないそうです。ねな、この映像めちゃめちゃいいよ。なんかあのプロモーションで使えるかもしれないよ。プロモーションの動画として、このヴィラの紹介として。ねえ、最高だね。家族で貸し切ってこういうヴィラでゆっくりするのは最高ですね。